今日はブース病院のチャペルからお送りしています。Today is Pentecost s u n d a y ペンテコステの日曜日を迎えています。So let's share the reading from Acts chapter two verses one to t w e n t y o n げ使徒言行録の二章の一節から二十一節までをまずお読みいたします。使徒言行録の二章の一節から五0歳の日が来て、一度が一つになって集まっていると。 突然、激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は精霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、 この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いてあっけに取られてしまった。人々は驚きや怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラ屋の人ではないか。どうして私たちは命名が生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからのものがおり、 またメソポタミアユダヤカパドキアポントスアジアフリギアパンフィリアエジプトキレネに接するリビア地方などに住む者もいるまたローマから来て滞在中の者ユダヤ人もいればユダヤ教への改宗者もおりクレタアラビアから来た者もいるのに彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。 人々は皆驚き、戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかし、あの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだと言って、あざける者もいた。するとペドロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めた。ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。 今は朝の9時ですからこの人たちはあなた方が考えているように酒に酔っているのではありませんそうではなくこれこそ預言者ヨエルを通して言われていたことなのです神は言われる終わりの時に私の霊を全ての人に注ぐするとあなたたちの息子と娘は預言し若者は幻を見老人は夢を見る 私のしもべやはしためにも、そのときには、私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。上では天に不思議な技を、下では地に印を示そう。地と人、立ち込める煙がそれだ。主の偉大な輝かしい日が来る前に、太陽は暗くなり、月は地のように赤くなる。主の名を呼び求める者は皆救われる。 ペンテコステの出来事というのは私たちクリスチャンの年間の中でその年間のカレンダーの中で覚えるとても大事な時であって私たちは多くのメッセージを聞いてきていると思いますもう日曜学校の時からこのペンテコステの出来事についてお話を聞いている人もいるかもしれません けれども、聖霊が私たち一人一人に与えてくださる力、その霊というものを私たちは本当に理解しているでしょうか waiting in anticipation。期待を持って待ち望んでいるでしょうか 首都原稿録の一章の4節と5節を見てみましょうそして彼らと食事を共にしていた時こう命じられたエルサレムを離れず前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさいヨハネは水で洗礼を授けたがあなた方は間もなく精霊による洗礼を授けられるからである It's believed that the disciples gathered every day following Jesus' ascension into heaven. They would pray and worship together with a great sense of anticipation. They were waiting, hoping for what Jesus had promised them. イエス様が天に上げられる前に約束してくださったそのことを期待して待ち望んで集まっていたんです。先ほど読みました2章の一節にその日の様子が書かれています。50歳の日が来て一堂が一つになって集まっていると。 ですので、この日もこの弟子たちは一同が一つになって集まっていたとありますそして聖霊が来ます。 In the Old Testament, fire and smoke symbolize the presence of God. Wind symbolized the breath of God. Whatever happened that day, the description highlights that God's connection with Jesus' disciples was in a significant そしてこの,こ,とこの場所に書かれている出来事は神様がどのように弟子たちにご自分を示されたのかそれがいかに力強い形で起きたのかということが書かれています。2章の4節から8節です。すると一同は精霊に満たされ霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。 さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたがこの物音に大勢の人が集まってきたそして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いてあっけに取られてしまった人々は驚き怪しんでいった話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか どうして私たちは命名が生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか Here were many in ここにはエルサレムにさまざまな場所から来た人たちが集まっていたことがわかりますそしてその当時知られている全ての地域がここに書かれています多くの人たちが ただ、皮肉なのは、ここの 登場する地域の人たちはギリシャ語を共通語として用いていたということです当時ギリシャが帝国として台頭していたので多くの人はギリシャ語を共通語として話していたんですですので当時ギリシャ語を話す人がほとんどでみんなの共通語

そしてペトロが立ち上がって、一体何が起きているのかということを群衆に説明します。ーーそしてペトロは、いや、まだ朝の9時ですから、酔っ払っているわけではないということしか自分たちについては弁護をしません。 そしてここに書かれている17節から21節は旧約聖書のヨエル書からの引用になります。神は言われる終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐするとあなたたちの息子と娘は予言し若者は幻を見老人は夢を見る。 私のしもべやはしためにもその時には私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。上では天に不思議な技を、下では地に印を示そう。地と火と立ち込める煙がそれだ。主の偉大な輝かしい日が来る前に太陽は暗くなり月は地のように赤くなる。主の名を呼び求める者は皆救われる。 神様のご計画がここに現れていきます。もうユダヤ人も違法人もない。そう、教会に対する神様のご計画というものがここから始まっていきます。神様のじゃ私たちに対する計画 もしかしたら今日読んだ聖書箇所を読んで恐れを覚える方もいるかもしれません。けれれれども恐れる必要はは一切ないんでですす軍は精霊に満たされたさムーブメントです 旧世軍の初期の時代私たちは最もこのペンテコステの様子を表すような教会でした。 Our growth was unbelievable. その成長というものは著しいもので、その世界のこの人々の魂を救うという働きは誰にも止めることのできない勢いを持っていました。So、では私たちに今何が起きているのでしょう ?I believe that each of us needs to have a personal 私たちは一人一人個人的にこの o e n t e c o s t の経験が必要です。いつも何そしては決して大きなものとやあるいは不思議な印というものは伴う必要はありません。けれども、神様が望まれていることすべてを私たちが受け入れる必要があるんです。 Not just the little bits that we are willing to give God that we are comfortable with, but every single detail of our lives. Let me share a personal story with you. In 1995, my home core decided to look at Acts 2 for a Bible study. 1995年の時です、私の母親で、その人現行の西のバイブルスタジオをしようということになりました。The Corps was challenged to commence fervent prayer and seek the guidance of the Holy Spirit。そして、その人全体が神様をおいもとめる、その生命をおいもとめるということを決断しました。As the Corps leadership gathered, they were passionately praying that the Holy Spirit would descend upon them. ショータイのリーダーたちが集まって、セレガクダルトヨコとコジンテキニオイモトメタンです。One day it happened。そして、アルヒー、ソノコトガチツゲンシマシタ。They were overwhelmed by God's presence and felt that each of them had a real and spectacular encounter with God. そして、ソノトキ、カミザマのアトテキナゴリンザイに包まれて、ストリストリガソノカミザマのチカラを感じたんです。Many signs and wonders happened, many prayers were answered. そして実際に不思議な印奇跡が行われていて、たくさんの祈りが聞かれていきました。Core, 本当に小さい状態でしたけれども、そこに神様が偉大なる技を行ってくださったんです。So、その結果はどうだったでしょうか ?5 の小さな国の時代の1996 For full time service. 1996年に6名ほどの人がフルタイムの検診をするために招待を出て行きました。と this day, I do not fully understand what I experience, but I know that thinking about it gives my, gives my heart this sense of anticipation as it races. そして自分でもその時に自分に一体何が起きたのかということをきちんと説明することは難しいんですけれどもでもその当時のその思いまた熱意というものがまた再び起きることを私は心から願っています私たち一人一人が個人的に精霊と対峙するその時が必要なんです。 それが大きな出来事、不思議な出来事になる必要はありません。 ある人の経験は、ダマスコへの路上で、神様と、エス様と出会った、パウロのようなものかもしれません。ある人は非常に private yet overwhelming encounter with God。ある人は非常にプライベートな個人的な、でもはっきりとした神様との出会いというものその経験を持っています。Everyone, however, どういう形であったとしても、でもその神様と出会ったとき、精霊に満たされる経験をしたときに、私たちは自分のすべてで神様に応答したいという思いにさせていただけるんです。S pray. <S 一言お祈りいたします。t s p r a y 父なる神様、あなたの精霊の偉大な働きを感謝いたします。 神様私たちはこの救世軍が聖霊に導かれるムーブメントであるということを信じます。Army in Japan. 神様どうぞこの日本の救世軍にあなたの聖霊を注いでください。Lord, そしてあなたが私たちに望まれるすべてのことに応えていくことができますように。 Us. どうぞ私たちに力を与えてください。え、そして私たちを圧倒してください。ギフト us for the ministry that you want us to do。私たちにあなたが願っておられる働きをすることができるようにその礼を与えてください。We pray, Father God, as we reflect on those early days of the Salvation Army, that again you will lead us to those days where we will be powerful servants o f you. 神様、救世軍の初期の頃にあなたが熱い思いを私たちに与えてくださったように、どうぞ今の救世軍にもまた私たち一人一人にもあなたが力を偉大な力を注いでくださいますようにお願いします。No、<more> 神様、私たちはもう言い訳をすることはしません。Lead us again to be a どうぞ私たちを行う者へと押し出してください私たちが置かれる場所がどこであってもあなたを表すものとなることができますようにイエス様の皆によってお祈りいたしますアメンアメン